五島なつき、大津高校、新3年。今年から大津のキャプテンマークを巻く、五島なつきは1年生時から、プレミアなどでも出場し、活躍している注目のディフェンダー。身長189センチの長身を武器とした空中戦や対人の強さが特徴のセンターバック。今年からキャプテンを任されるほど下級生ながらリーダーシップを発揮し続けていた。2年の冬の選手権では大会優秀選手に選ばれるなど、今では世代屈指のセンターバックとなっています。今年の3年生には昨年から主力として活躍している選手が多く、今年こそは夢の全国制覇も期待できる。個人としてもアンダー17の高校選抜候補には選ばれたが、世代別代表はまだ選ばれたことはなく、そこに選ばれるのかも注目したい選手です。鈴木千佳と神村学園高校3年。続いて紹介するのが神村学園の新キャプテン鈴木千佳と、チームメイトには世代ナンバーワンの名和田学、1年から10番の2年、福島和樹など多くのタレントが今年も豊富だが、そんなチームのディフェンスリーダーを昨年から務める鈴木千佳とは、1年生時に世代別代表候補に選ばれた実績を持つ。身長は184センチと長身で、サイズを生かしたフィジカルの強さで、高いボールダッシュ能力を誇るセンターバックだ。今年からキャプテンを務めるだけあって、リーダーシップもあり、後ろから声をかけ、チームに安定をもたらすことができる選手です。昨年から主力として活躍しており、選手権でベスト8に導いたが、今年は悲願の全国制覇が目標だ。優勝して日本一のキャプテンとなることができるのか注目です。田所理央、帝京高校、3年。高校サッカーの超名門、帝京高校から紹介したいのが、この田所理央だ。小学生時代に川崎フロンターレのアカデミーで全国制覇は果たした実績を持ち、その後も中学、高校と川崎フロンターレ一筋で活躍してきたが、2023年シーズンの開幕前に突如、川崎フロンターレを退団して、名門の帝京高校に転籍した。ただフロンターレにまだ在籍している頃に、世代別代表に選ばれたことのある選手で、注目の選手であることは変わりはない。この選手の魅力は、身長187センチという、高校屈指の体型を持ち合わせる選手。それに、プラスして高いロングフィードの精度、後ろからドリブルで運ぶことができ、攻撃力もあるセンターバックだ。かつて世代別代表でも活躍していただけに、チームに欠かせない選手になっている。最終学年の今年は、チームをかつての強さへ復活できるのかにも注目だが、個人としても世代別代表に復帰できるのかも注目したい選手です。森かなで、堀越高校、3年。選手権ベスト4の堀越高校から、センターバックの森かなでを紹介する。森かなでは、その選手権で一気に注目される存在となった選手の一人で、大会の優秀選手に選出されると同時に、大会終了後には、アンダー17日本高校選抜に選ばれるなど、個人的にも期待の選手です。身長182センチと長身で、競り合いの強さももちろんだが、対人守備の強さが武器の選手で、選手権でも存分に発揮していた。堀越高校で99回大会のベスト8へ導いた。当時のセンターバックで、プロ内定を決めている。井上大成は憧れの存在ということで、今後、同じ土俵に立つことができるのかにも注目です。昨年はスタメンのほとんどが、今年の3年生が中心だったということで、今年はその経験を生かし、夢の全国制覇を成し遂げることができるのか期待です。ということで以上が、2024年高校サッカー注目選手、センターバック編パート2になります。センターバックの選手もまだまだ注目の選手はいます。今後も紹介していくので、ぜひそちらもご覧ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。